つからん。うんうん。あおお。ゆきあちまるもこです。はい、原です、はい、そして赤羽ももです。よろしくお願いします。前回ですね、ももさんの、ソフトボールの実力見せてもらいましたけども、センスありましたね。ありましたね。すごく嬉しい。なんかね、ブランクがあるんだけども、ちょっと必死にこう取り戻そうとする。すごいなんか心打たれたんですけども。そんなももさんがですね、やっぱりね、夢があるということでね、始球式で投げたいよ、はい、これはね、もう野球人のね、本当にもう夢なんだね。ただやっぱりあの、僕も一応ちょっとつてはあって、で彼も元プロだったので、もしかしたら叶えられる可能性もちょっとはあるんじゃないかと。まあ、そのためにはね、やっぱしっかり投げれる。そうですね。この映像がね、そのスカウトの方々、球団の方々に届くように、しっかりね、みっちりあの教えてくれますので、本当にね、ドラフト5位でね、プロに入るのってもう本当一握りの世界で。嬉しい。みっちり必要な体験ですね。はい、握りからもうすごいなんかステップから教えてくれるという。なんか分からないことあったらいろいろ聞いてもらって、はい、はい、もう頑張っていきましょうか、はい、よし、それでは動画をご覧ください。よろしく。よろしく。忘れてた、絶対忘れてた。はい、というわけで、じゃあまずはしゅうくん、はい、ももさんの投球フォームから見ていこうかね、はい、そうですね。で、軟式は人生初です。そうそうですよね、はい、うん、おー、いいね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 。ちょっと一回なんか始球式をイメージして気合い投げてもらいます。お、はい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 。ボールの握りって、まあ指、中指のが長いじゃないですか、はい、で、縫い目がこうなってるところにかけるんですよ、ボールって、はい、そうすると指先が全部こう縫い目にかかる、はい、うん、ちょっと違和感ですよね。違和感あります。そうですよね。おーおーおー、違ってなった。お、ちょっと、あれ。モニターに持ってこい、モニターに持ってこい。おー、いいね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 。今、ナックル。今、魔球投げてた。あの子、キャッチャー経験者なんですけど、今、弾いたんで。今、ちょっと揺れたよね。じゃあ、一球、ちょっと、モトプロの球見ます。あ、足はちゃんと取り付ける。早い。早い。かっこよく、うん、足上げて、まっすぐ見て、でそこから、うおぉ。ももさんは、投げるときに、体がこう前に向っちゃうんですよ。うんうんうん。じゃなくて、もう、ケツから、いく感じで。うんうん。そうすると、体って、まだこっちに残るじゃないですか。でこっち残って投げちゃうと、ボールが、力が伝わりにくいんですよ、指先に。じゃなくて、こっちも向いたまま、このまま、なんか、怪我とかもあるんで、あれなんですけど、もっとこう、投げ下ろせたらかっこいいです。うん。そう。それをもっとこう、下に投げていいです、最初。はい。おお。グローブめがけて叩きつける。叩きつけちゃっていいです。グローブに当てちゃっていいです。おお、すげえ。逆にすごい。ちょっと待って。めっちゃ叩きつけちゃう。ちょっと待って。ちょっと待って。うん。そう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 。そう。おお、いい。いい。グー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 。終わった後、こっちに行ってきてほしいんですよ。よし、叩きつけよう。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。紳士。紳士なの。紳士っていうの、これ。淑女じゃないの。おう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 。この練習の意図っていうのは？
高齢者の人っていうのは、はい、やっぱこう投げるにあたってどうしてもここで止まっちゃう、うん、女の子が多いんですけど、確かにやっぱ投げる時ってこう投げ終わるフィニッシュがやっぱこっちまで来てほしいんですよね。もう体全体でグッていけば、はい、もうグッていくっていう、はい、おおおおおおいい、ちょっと変わってきたね。ちょっと今勢い変わってきたよ。今の投げっぷりすごいいいです。あ、本当ですか、嬉しい。おお、いい。OKOKOK、突き破るイメージで、はい、あの原修君ぶっ刺すぐらいの、はい、お、来た来たんじゃない、これこれ来たんじゃない。さあ、ネットスローの効果はあるのか。よし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 、オッケー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 、森ちゃんね、翔くんちょっとやっぱ腕が疲れてきたみたいです。ね、そうですね、ちょっと一回こう一回軽く軽く、そうそう、あのキャッチャーのこの胸にね、はい、突き刺すぐらいで、突き刺すぐらい、オッケー。おおっ、指先かかってます、かかってます、かかってはいるんですけど、こっちがやばい。あ、その裏裏が、じゃあと 2,3 球にしようか。で、多分最後のあの、なんだっけ、フィニッシュを今多分忘れてたから、フィニッシュ、あー、フィニッシュ、そう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 、グッていくっていう、そう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 、おお、来た、はい、はい来た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 、今かっこよかったですよね、多分すごい、足めっちゃ大事ですね、これ、怖いけん、怖いけん、ママさん、いけます、大丈夫ですか、はい、これ、これ、これ言ったら本物、これ言ったら本物だよね。もうさ、これ、ちょっとリラックスね。オッケー。今の、もう、いいイメージを。はい、いいイメージを再現しましょう。あ、おいやー、惜しい、惜しい、でも、指先超かかってなかった。そう。だって今、パチンとかしましたもんね。これって、あの、僕らでも実は鳴らせなくて、あの、プロ。僕もね、今鳴らせるか分かんないんですけど、パチッて聞こえる、これめっちゃ大事なんですよ、投げるときって、うん、鳴らないくないですか、なかなか鳴らないんですよ、普通にしてる。ああ、うん、え、昔鳴ってたよね、昔鳴ります、結構プロでも一握りぐらいが投げる瞬間にパチッて言うんですよ、今回転がすごい良かったんですけど、最後の、あ、最後でこう足上げてこっち行くときに体がもうこうなってたんですよ、ああ、開いてたんですね、だからもうカメラの方向に体が向いちゃってる、ああ、確かに、確かに、はい、ラスト、ラスト、ラスト、お願い、よしよしよし、よしもう一球いい、ちょっと楽しくなってる、楽しくなってきた、あ、でもマジでいい、おっ、あざっす、あざっす、これ来たんじゃない、これ、これやばいっすね、ちょっとさすがにね、あの数年のブランクでしかも野球やったことないんで、ちょっとあまり投げさせるすぎるのもね、この感覚を続ければね、多分上達スピードめっちゃ速いな、イメージって大事だね、はい、うん、イメージ、うん、あの3球前がちょっと忘れられないっすね、忘れられないすごい指気分、なんかめっちゃ気持ちかった、だって僕らならんぜ、もうあのピューをずっと俺ら追い求めてるのね、パチンよね、え、今度ちょっと試合マジで来てください、はい、試合めっちゃ行きたいです、はい、で、ちょっとあのね、そこでいろいろあの懐かしさを思い出してもらって、野球の楽しさ、ソフトボールの楽しさをね、いろんな人に発信していけたいただければと思いますので、はい、ちょっとまたあのシュウ君連れてきますので、はい、お願いします、いつでも、はい、僕によくみんなで始球式見に行きたいと思います、お願いします、始球式見ました、あのたった短時間ですけど、最初ね、本当にこうね、抜けたり届かなかったりしたんですけども、だんだんこうあの的を狙ったりとか、こうなんかダイナミックになったりとか、すごいね、あの吸収力が速いなと、センスもあるし、はい、探究心もあるし、あのもうすごいです、やろうって気が気持ち大事なんですね、そうですね、もしかしたらちょっと SNS の方でもね、はい、自分のバッティングとか多分今後上げるかもしれないので、はい、上げていくんで、ぜひ皆さん、はい、野球ファンの皆さんフォローお願いします、お願いします、それでは次回の動画でお会いしましょう、ありがとうございました、ナイス、ナイス、おお、今バット、あのボール折れました、割れました、え、本当ですか、今バットボール、もともと割れてたボール、ストライ、今足の指つった
待って大丈夫。気にします。足がつります。足のがっつりの運動。運動不足が出ましたね。恥ずかしい。恥ずかしい。ほら。うわ、ほんまや。あ、ほんまや、大丈夫か。ほんまや。あ、マジか。足のサイズ何センチですか。22.5。マジか。マジか。おお、ダイアンドだ。おお、今のいいね、今のいいね。最高。気持ちよく。グー。もう足つってるんだね。はい、ああ、惜しい。おこうやって、こう出せる。ええ。日本刀みたいな。それよかった。見ながらやって、あとゴム引っ張るやつ。ああ、ちゃんとやってるっす。ちゃんとやってる。でなんか結構理屈とか教える先生だったんで。ああ。体の使い方ができるよ、何でも。そう。できますからね。下半身、ちょっと下半身だけで、上半身の筋肉ってあんまりないんですよね。で振りかぶって、あ、そうそうそう、ゆっくり行きます。あ、そうそうそう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、足を、足を、こっちに向けて。恥ずかしい。笑いのセンス分かってる、笑いのセンス分かってる。あと、いろいろ考えすぎてさ、混ざってしまった。どうだっけなみたいな。サイズが効果。そうそうそう、そうそう、こう、こうか、こう。